視覚とは目に投影される物体がなす角度のことであり、通常は度数法を用いて記述される。視覚は視対象がなす、視野角とも呼ばれる。渦が理解の助けになる。観察者の目が前方を向いており、視対象が垂直線で示されている。視対象は線形寸法が S メートルであり、点例から D メートル離れている。現在の目的から、 点例は目の接点であり、ほぼオレンズの中心に位置する。これは入射瞳の中心でもあり、レンズの前面に位置し、大きさは数ミリメーターである。オブジェクトの単点 A から目へ向かう3本の線は光線を意味しており、角膜、瞳孔、レンズを通過して、単点 A の光学像を網膜状に結ぶ。このうち中心の線が思光線である。 オブジェクトの点 B についても同様であり、網膜像は B に投影する。四角は VDEG であり、これは A と B の主光線がなす角度である。VDEG はトランシットを用いて点例から直接測定することができる。あるいは V イコールにアークタンの式を用いて計算によって求めることもできる。しかしながら四角が重度よりも小さい場合には、 より簡便な式位置を用いることができる。これは、精度の良い近似である。単 V コール S、D 四角が小さい場合、V イコール S、D レイディンスを用いても良い。ここで、V イコール5 7 3デグリーズである。図に示されるように、オブジェクトの網膜像とは、A と B の中間に投影される。四角が小さい場合には、網膜像の大きさ R ミリメートルは、 式にによって与えられる。r、n イコール単部。ここで、n は、接点から網膜までの距離であり、おおよそ17ミリメートルである。1センチメートルのオブジェクトを1メートルの距離から観察した場合と、2センチのオブジェクトを2メートルの距離から観察した場合では、どちらの場合も、像の大きさは、四角0.01ラジアンあるいは0.57デグである。したがって、 網膜像は同じ大きさであり、おおよそ R イコール0 1 7ト、mm、ルである。この大きさは月を見た時の R イコール0 1 5ト、mm、ルよりも少し大きい。月の場合には S イコール2160マイルズ、D は平均的には238000マイルズ、V イコール0.009ラジアンあるいは0.52デグである。同様の簡単な例として、 腕を伸ばして、親指を観察したとすると、親指の幅がおおよそ1デグに相当する。親指の先端はおおよそ2デグに相当する。従って、目の能力や視覚情報処理における最初の処理について、興味を持った時に、死体症の絶対的な大きさについて考えたとしても意味をなさない。問題なのは、視覚部位デグであり、これが網膜像の大きさを決めるからである。 天文学では、見かけの大きさは、物理的な角度である、V レグ、あるいは、角直径のことである。しかし、心理物理学や、実験心理学では、アパレントという語は、個々人の主観的な経験を表す語として用いられる。従って、アパレントサイズといった場合には、物体が大きく見えるとは意味し、これは、知覚的大きさとも呼ばれる。 さらに混乱の原因となっているのは、二つの質的に異なる大きさ地覚が単一の主対象について可能であることである。一つは知覚された視覚 v デグであり、これは v デグに対応する知覚的な視覚のことである。これは物体の知覚的、主観的な視覚と呼ばれることもある。V は度数法で記述され、観察者から物体の二端点を結ぶ。 視覚的方向の差分として定義される。もう一つの大きさ知覚は物体の線形寸法 S であり、これは物体の物理的な大きさ、高さ、直径などに対応する視覚的な大きさのことである。主観的大きさという語が測定の単位を伴わずに用いられることが混乱の原因となっている。脳の一時視覚や、あるいは ブロードマンの17矢は網膜の同型表現となっている。大まかに言えば、V1 で表現される情報は、網膜を歪めた地図のようなものである。このことから、網膜像の大きさは、それが投影された網膜の領域を活性化することで、V1 における神経活動パターンの大きさを決定する。実際に、マレー、ボイアサイ、アンドケストンは、フメリーを用いることで、 死体症の四角 R ミリメートルが大きくなることにより、対応する V1 の神経発火パターンが大きくなることを示している。しかし、彼らの発見で最も重要なのは、視覚的な視覚部や視覚に関連する作詞についての発見である。マレー、エトールは、観察者が平坦な絵画を背景として、 四角 V レグと網膜像の大きさ R ミリメートルが等しい二つの円盤を観察したとき円盤の背景のパターンによって視覚される測量的大きさが最大で17%大きくなることを示した。主要な発見は円盤に対応する V1 の活動パターンの大きさが網膜像では同じ大きさであるにもかかわらず同じにはならなかったことである。 このような V1 における大きさの違いは、知覚的資格の17%という作詞量とほぼ完全に対応していた。このような発見は、視空間地覚の理論にとって決定的であり、知覚的資格や視格の作詞にとって重要であると考えられる。ありがとうございます。